ティちゃん、今日はどこへ行くのかしら。超合金ハローキティに乗って今日も素敵なお散歩ね。あ、あれはマジンガー Z さんのジェットスクランダー。どこへ飛んでいくのかな。どいてくれ、出動だ。ごめんなさい、ぶつかっちゃった。いってー、こっちこそごめんよ。ビルに映った自分たちを見てびっくり。なんと2人の魂が入れ替わっちゃった。驚くマジンガー Z さんとキティちゃん。それを見ていた帝国の幹部たちが今がチャンスだと襲ってくるわ。キティちゃんの魂が宿ったマジンガー Z にはキリミ大公とピグリン子爵が、マジンガー Z さんの魂が宿った超合金ハローキティにはドクターバツ、グデッテン伯爵、マイクロ男爵が襲いかかってきたわ。その時、二人は叫びました。さあ、必殺技でやっつけちゃうわよ。光子力ビーム。うわぁ、超合金ハローキティのビームが見事に命中。ブレストファイヤー。こちらも効果は抜群。そしてとどめはもちろんロケットパンチ。ぽよーん。超合金ハローキティとマジンガー Z のハッピーアタックでみんなニコニコ。二人は固い握手を交わし仲良く夕日に向かって飛んでいくのでした。超合金ハローキティマジンガー Z カラー5月発売予定。ハローキティのミニフィギュアも兜工事仕様に。超合金マジンガー Z ハローキティカラー6月発売予定。超合金ハローキティとの連動パーツが付属。このアニメはマジンガー Z、ハローキティ、バンダイ魂ネーションズの提供でお送りしました。